こんにちは、こんばんは、チャイです。何しようか。今日はチャイさんがいつも寝床として使っている場所をルームツアーとして紹介したいと思います。ルームツアーって YouTube でちょっと流行りましたよね。だいぶ前ですけど、そのチャイさんバージョンとして今日はチャイさんの寝床を紹介したいと思います。あんまりお家自体が広いわけじゃないんですけど、そんな中でもチャイさんは寝床を大量に持っているので、いつの間にか増えてるんですよね、寝床が。なのでそれを紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけど、今見えているこのチャイさんの横にあるですね、毛布。これがチャイさんがいつも寝てるメインのチャイさん用ベッドです。これ下の方に、クッションがあります。チャイさんが暴れ出しました。これ下にクッションがあります。このクッションはフリーステッチさんで買ったクッションですね。その上にチャイ、ちょっと静かにして。その上に無印良品の毛布を置いています。で、大体チャイさんはいつもこの毛布の間に入って寝てますね。そうだよね、チャイね。よっとよっとね、チャイね。チャイ待て待てね、そうだよね、チャイね。よし。はい。じゃあ2つ目がこのクレートですね。これはチャイさんをお迎えした時に買ってきたものなんですけど、もし災害とかがあった場合にも避難できるようにチャイさんの寝床として使ってます。で、我が家ではこのクレートの名前をちょっと特殊な呼び方にしていて、このクレートはチャイさんにはラピュタと名付けてます。チャイ、ラピュタ、ラピュタというふうに、チャイチャイチャイ、ラピュタ。さあ、おりこ、おりこというふうに名付けてます。なぜラピュタなのかはちょっとわからないです。まあ、わからないって名付けたのは私なんですけど、チャイさんの天空の城です。チャイラピュタ、いい子、いい子だね。すぐ出てくるね、すぐ出てくるね。というわけで2つ目はクレートです。はい、では次、その3でございますけど、はい、出てきました。チャイ、こ見てんの？タイさんが3つ目に寝床にしているのがこちらの人間のベッドです。この飼い主がパパさんとママさんが寝ている人間のベッドなんですけど、この毛布は、チャイさんが普段使っている毛布と同じ無印良品の毛布です。で上に、これも多分無印良品だと思うんですけど、羽毛布団ですね。羽毛布団で大体チャイさんはこの羽毛布団の下、そして、毛布の上、この間ですね、間でいつもぬくぬくと寝ているというわけですね。リビングとかでちょっとテレビとかがついていると、わざわざベッドの方に来てベッドの上に上げてくれという風に言って、ここでぬくぬく寝てるという感じですね。でもこのベッドはですね、ちょっと高さがあってチャイさんは一人では乗れないんですね。なのでいつもチャイさんはベッドの前まで来てベッドに上げろという風に言ってきますね。えチャイで降りたい時はいつもこの辺りでキューンって言って呼んで降ろせという風に言ってきます。以上3つ目人間のベッドでした。4つ目はこの座布団&ブランケットです。座布団のなんか触り心地が結構いいらしくてですね、よくこのブランケットに隠れて、こうやってね、チャイね寝ているよね。でここも結構静かに寝れるみたいなんで、あれふといないな、チャイいないなって思った時にここに寝てたりします。あと朝起きたら寝てましたみたいなのはありますね。というわけで4つ目の座布団&ブランケットでした。おい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 。はい、次5つ目はこちら、赤ちゃん用のバウンサー&赤ちゃん用に使っている毛布のセットですね。これよく見えますか皆さん。チャイさんがそこにいるんですよ。これ普通に片付けてある状態なんですけど、この状態いつの間にかチャイさんが中に入ってるっていうですね。まあ多分あったかいんでしょうね。そうなのチャイ。チャイそっから顔出して、あったかいの？あったかいのかな？夜中もチャイさんはこの赤ちゃん用のバウンサーのところで寝たり、いろんなところをうろちょろしてます。はいチャイおいで、チャイおいで。これはチャイさんはこんな感じで入ってました。続いて最後6個目ですけれども、6個目は赤ちゃん用のハイローチェアです。よくですねチャイさんがこのハイローチェアに向かってキュン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 言ってるんですけど、ここに乗せてくれと、そういう主張をしてたみたいです。で乗せてみたらここでぬくぬくし始めたりしちゃってました。なので6番目の寝床としてカウントさせていただきます。うぜー、さあ偉いね。以上がですね、チャイさんのルームツアーとなります。6つも寝るところがあるなんて羨ましいですね、チャイさん。また少ししたら新しい寝床が増えてるかもしれません。そしたらまた紹介したいと思います。じゃあチャイさん、皆さんにご挨拶してください。さようなら。